2017年6月現在の ISS の構成要素トラスとは国際宇宙ステーションの背骨にあたる機関構造で気圧の物資、ラジエータ、太陽電池パドル、その他の機器が取り付けられている。初期の宇宙ステーションフリーダム計画では様々なトラスのデザインが考えられたが、それらはすべて打ち上げ後に宇宙飛行士が船外活動で組み立て、 機器の取り付けを行う桁として計画されていた。1991年に NASA は設計を見直して最低限の取り付けで済むようにあらかじめ組み立て済みのより短い部材へと変更された。2000年10月の STS-92 で撮影された Z1 トラスとユニティモジュール ISS。最初のトラスは Z1 トラスで2000年10月の STS-92 で打ち上げられ。 若田光一宇宙飛行士のロボットアーム操作でユニティの上部に設置された。続く STS-97 で打ち上げられた P6 トラスと太陽電池パドルの一時的な取り付け場所として使われていた Z1 トラスにはコントロールモーメントジャイロ4機、電気配線、空バンドアンテナなどの通信装置や ISS に帯電する静電気を中和するための2機の プラズマ接触ユニットなどが装備されている。Z1 トラスは予圧されていないが共通結合機構を2ポートを備えている。ポートの一つはユニティの天頂ポートと接続されている。もう一つのポートは予圧結合アダプタ PME-3 を一時的に置くためだけに使われた機能を省いた簡易版である。2007年10月に P6 トラスが本来の設置場所である。 ピンをトラスの隣に移され、現在は、Z1 トラスは、他の要素を接続するためには使われておらず、CMG や空バンドアンテナ2機、ピークなどが引き続き使用されている。2002年4月17日、STS-110 で撮影された S レイ、トラス S レイトラスは、ISS の中心となる重要なトラスである。2002年4月の STS-110 でデスティニー。 実験モジュールの上に取り付けられたが、ドッキング機構などで結合されているわけではなく、4機のモジュールトラス接続システムストラットと呼ばれる支柱により取り付けられている。S0 トラスは、余圧モジュールへの送電のための電力の整流。余圧モジュールから P1 トラスや S1 トラスへの放熱のための熱、制御ループの通路として使用されるほか、カナダアームにを乗せたモービルベースシステム、 モービルトランスポーターや宇宙飛行士を ISS 上の作業場所へ運搬するための手動式の台車となる4機の GPS アンテナなどが取り付けられている。2002年10月10日、STS-112S1 トラスの取り付け2002年11月28日、STS-113P1 トラスの取り付け P1S1 トラスは S0 トラスに付けられていて、P1 の P は 左減、S1 の S は運源を意味する。290kg の無水アンモニアを冷媒とする、排熱用のラジエータが、それぞれ3機ずつ装備されている。S1 トラスは2002年10月の STS-112 で打ち上げられ、P1 トラスは2002年11月の STS-113 で打ち上げられた。S1 トラスと P1 トラスの詳細設計と、テストと建造は、 カリフォルニア州ハンティントンビーチのマクドネルダグラスで行われた。1996年から建造が開始され、最初のトラスが引き渡されたのは1999年である。S0 トラス及び S3、S4P3、P4 トラスとの結合には遠隔操作でボルト結合が可能なサスが使用されている。元となったフリーダム計画ではロケットスラスタが、 P2 トラスと S2 トラスに配置される計画になっていた。しかし、ISS ではロシアのモジュールに推進能力があるため、フリーダム計画でのリブースト機能は必要なくなった。そのため、P2、S2 トラスはキャンセルされた。2006年9月13日、STS-115P3、P4 トラスの取り付け、宇宙飛行士との比較でサイズがわかる。 2007年6月11日、STS-117 最初の船外活動での S3、S4 トラスの取り付け、P3、P4 トラスは2006年9月9日にスペースシャトルアトランティスの STS-115 ミッションで打ち上げられ、P1 トラスに取り付けられた。P4 トラスには太陽電池パドルが2つ、ラジエータ、発電した電力を 制御や貯蔵するための制御機器アセンブリが装備され、P3 トラスには P3 と P4 を接続して、太陽電池パドルを太陽に向ける、太陽電池パドル回転機構、曝露機器結合システムが装備されている。取り付けの時点では、電力は回転機構を通っておらず、P4 の太陽電池パドルで発電した電力は、P4 だけで使われ、ステーションの他の部分には供給されていなかった。 その後、2006年12月の STS-116 で、電気配線を切り替えることにより、全体へ電力が供給されるようになった。P3、P4 トラスの共造である S3、S4 トラスは、スペースシャトルアトランティスによる STS-117、13、A フライトミッションで、2007年6月11日に、トラスに取り付けられた。P3 トラスと S3 トラスの、 主なサブシステムとしては、トラス結合機構太陽電池パドル回転機構、曝露機器結合システム、アカスとほぼ同じ機構であるペイロード、結合システムなどがある。P3、S3 トラスの主な機能としては、アカス、パプラットフォームに取り付けられる機器への機械的な接続や電力、データ接続の提供、サージでパドルを回転させて太陽に向ける機能、 モービルトランスポーターが移動したり停止したりするための場所である。P3、S3 トラスは六角形のアルミニウム構造体で、角壁が4つと縦通り材が6つある。S3、P3 トラスの計6箇所の赤ス、パはエクスプレスロジスティックスキャリアが取り付けられる場所であり、最初の a クは2009年11月に STS-129 で打ち上げられた。 P4 トラスと S4 トラスの太陽電池モジュールの主なサブシステムとしては太陽電池パドルが2枚、PV ラジエータ、改良型トラス結合システム太陽電池パドルを回転させるためのベータ、ジンバルアセンブリなどである。2006年12月の STS-116 ミッションでディスカバリーのカナダアーム1から ISS のカナダアーム2に渡される。 P5 トラス STS-118 ミッションで S5 トラス取り付けのために国際宇宙ステーションに接近するエンデバー P5 トラスと S5 トラスは P6 トラスと S6 トラスをそれぞれ接続するためのコネクタである。シャトルの貨物室の大きさにより P3、P4 トラス、S3、S4 トラスの長さが制限されるため P5 トラスと S5 トラスのような小さなコネクタでトラスを 延長することが必要となる。P5 トラスは STS-116 ミッションの最初の船外活動で2006年12月12日に取り付けられた。S5 トラスは STS-118 ミッションで軌道に運ばれ2007年8月11日に取り付けられた。P6 トラスは2番目に取り付けられたトラスである。ISS にとって重要な電力を巨大な太陽電池パドルから 供給できるため、P4 トラスの層に先立って取り付けられた。STS-97 で Z1 トラスに取り付けられ層を展開したが、P4、S4 トラスの層の展開スペースの確保と P6 トラスの移設に備えて、STS-116 と STS-117 で P6 トラスの層が半分ずつ折りたたまれた。STS-120 の 10A フライトで、 P6 トラスを Z1 トラスから取り外して P5 トラスに移設し、ラジエータパネル塗装が再展開された。層は展開に成功したが、層は展開途中にパネル面が裂ける破損を生じたため80%で展開を中止して、船外活動で修復が行われ、その後完全な展開に成功した。後の組み立てミッションでは S6 トラスを S5 トラスに取り付け、 これで4つ目で最後の太陽電池パドルラジエータの設置を終えた。2007年11月5日 STS-120 で P6 トラスを再配置後の国際宇宙ステーション2006年7月時点での完成予定図 EN エレクトリカルシステムオブザインターナショナルスペースステーションも参照現在 ISS では米国製の巨大な太陽電池パドル4機べてが揃い ISS の主なエネルギー源となっている。一組目は P6 トラスにあり、2000年後半の STS-97 で打ち上げられ、Z1 トラスに取り付けられていたが、2007年11月の STS-120 で最終的な取り付け位置である P5 トラスに移された。二組目の P4 トラスは2006年9月の STS-115 で打ち上げ取り付けられたが、 2006年12月の STS-116 で電気配線を切り替えるまで発電は行われなかった。3組目の S4 トラスは2007年6月の STS-117 で取り付けられた。最後の組である S6 トラスのものは2009年3月 STS-119 で取り付けられた。また、ロシア製の化学電力プラットフォームを経由してより、 多くの電力を供給する計画もあったが、これはキャンセルされた。各太陽電池パドルは長さが112フィート、幅が39フィートあり、直流でほぼ32.8キロワットの発電能力がある。それぞれ展開用マストを間にして2つの太陽、電池ブランケットに分かれている。各ブランケットには16,400のシリコン。 太陽電池セルが200セルずつ82枚のパネルに分割されていて、各セルは面積が 8C 平方メートルで4100個のダイオードから構成されている。アコーディオンのように折りたたまれた太陽電池の拡大画像ブランケットのそれぞれの組は宇宙へ運ぶのに場所を取らないようにアコーディオンのように折りたたまれている。軌道についてから ブランケットの組の間にある展開用マストで元の大きさに広げる。最大電力を得られるよう、ベータ、ジンバルアセンブリと呼ばれる回転機構と次に示す、太陽電池パドル回転機構の二軸をジンバル制御することで、太陽電池パドルを常に太陽に向けて最適な発電量を確保している。アルファジョイント、すなわち太陽電池パドル回転機構は、 太陽電池パドルを太陽に向けるためのロータリージョイントで通常は周回ごとに360度を回転している。2機のサージのうちの1機は P3 トラスと P4 トラスの間にあり、もう1機は S3 トラスと S4 トラスの間にある。これらのジョイントは P4、S4、P6、S6 トラスにある太陽電池パネルを太陽に向けるよう連続的に回転している。各 サージは直径が10フィート、重量が約2500ポンドあり、ベアリング機構とサーボ制御システムで回転する。P4、S4、P6、S6 トラスで発電した電力はすべてサージのユーティリティトランスファーアセンブリを通る。サージの回転で配線が絡まったりしないように、通信と電力用の配線は歌のロールリングで接続されている。サージはロッキードマーティンと その関連会社で設計、製造、テストされた。右舷側のサージは2007年にモータ電流値と振動が増加する問題を発生し、船外活動による点検と修理が行われた。この問題はベアリングの摩耗により金属が削れることで生じたため、船外活動を行って潤滑を施す作業が行われた。左舷側のサージでも、 予防目的で2回の潤滑作業が行われた EN エレクトリカルシステムオブザインターナショナルスペースステーションも参照直列シャントユニットは太陽電池に光が当たる期間に発電した電力を大まかに出力調整するよう設計されている82本の電力線が別々に太陽電池パネルから周まで接続されている各電力線からの出力を調整し得られる 送電力量を安定化させる。トラスの制御機器やセンブリにあるコンピュータが安定化電圧の設定値を制御するが、通常は約 140V に設定されている。週にはあらゆる運転条件下で出力電圧が最大でも DC200V 未満を保つように、過電圧保護機能がある。この電力はマスト進展、回転機構を通って IEA にある。 直流切り替えユニットに送られる。周の大きさは12インチ、20インチ、32インチで、重量は185ポンドである。電力貯蔵システムは、バッテリー、ミツル放電ユニット1機とニッケル水素、バッテリーアセンブリ2機の組み合わせで、基本構成されており、各トラスの IEA には、計1 2機のバッテリーアセンブリが設置されている。ブクジュには、太陽が当たっている期間にはバッテリーを充電し、 食の期間にはバッテリーに蓄えられた電力を電力バスに供給する2つの機能がある。ブック重のバッテリー充電能力は 8.4kW で、放電能力は 6.6kW である。他にはバッテリーの状態を監視する設備と電力回路の障害からバッテリーを保護する設備がある。ブック重は IEA のコンピュータから制御される。各バッテリーアセンブリーの内部には ニッケル水素電池セル38個と関連する電気、機械装置が収納されている。各バッテリーアセンブリの名目上の容量は81アー、かつ4キロワットアワーである。この電力は、伏銃とク数を経由して ISS に供給される。バッテリーの設計寿命は6.5年で、放電深度が35%の場合での充電。放電サイクルは38000回以上である。 各バッテリーの大きさは18インチ36インチ40インチで、重量は375ポンドである。1番、古い P6 トラスのバッテリーアセンブリ12機は、STS-127 と STS-132 で、交換用のバッテリーを6機ずつ運び、船外活動を行って交換して、ISS の運用寿命延長に備えられるようにした。詳細は、 国際宇宙ステーション組み立て順序を参照。ありがとうございます。